こんばんは、3号です。なんか今期間限定で地脈の報酬の獲得が2倍になるらしくて、これはチャンスということで、この期間にひたすらケージの花を咲かせていきたいと思います。ちなみに現在の経験値本は白が35、赤が188、紫が48です。では一つ目参ります、スタート。ちなみに今回使っていくパーティーは神里彩香チームです。神里彩香チーム基本的にレベル低いんですけど、なんとかなるかなって。7号式モジュール、踊りなさい。よし、一つ目の地脈、天然樹脂を2倍ドロップ。おー、紫6、赤13。ちょっとパーティー変えよう弱すぎて効率悪いのでパーティー変えます。この先結構経験値も必要になると思うから、今のうちにちょっと集めておきたいんだよね。なので今回のこの2倍はすごい助かる。私気づいた、回数決まってんのか2倍になる回数決まってんのか。長時間やるよか毎日やる方がいいみたいだな。知らん、知るかそんなもん。ケージの花を毎日咲かせることなんかできん私には。2倍制度は終わっちゃいましたけど、引き続き咲かせていきます。ほい、オリア、いけ神里彩香。順調順調。やばいな、樹脂がないな樹脂がなくなるなこりゃ。うわ、なんか強そうなん出てきたぞ。言いたい、誰、ナナちゃん、いや旦那様で、いや神里彩香で、いけ、ウルト神里流。そして、あ、痛い、旦那様のウルト。うわー、これは痛い、これはさすがの方々モンスターも痛い。よし、別に敵そんな強くないけど、効率上げるために応援でも呼ぼうかしら。平日の昼間に暇してる人いるんかなしかも今4月だから、別に春休みとかじゃないと思うんだよね。普通に春休み多分終わってると思うから。なんかどうしよう、誰もいなかったら。あー、やばい、最後の一個、あー使ってしまった、最後の一個。やばい、この先は原石でやるしかない。チーム編成します。敵が散ってうざいので、やはりスクローサを入れよう。これでいこう。さあ、神里彩香とスクロース、あー、まさかのまさかの散らないタイプの敵。こういう時、こういう時にスクロースさん、吸引テスト開始。あれ、安全距離確認。あれ、集合しないな。ウルトじゃん、ウルトじゃないと集合しないのかな。踊りなさい。おお、氷になりました。スクロースさんの使い方がわからんな。どうしたらうまく使えるんだろう。なんかでも多分スクロースさんは敵を集められるはず。それがウルトなんかな。アビリティはどういう風に使ったらいいの。スクロースさんのウルトからの神里彩香のウルト、どうだ、いい感じ。逃げ道はありません。いい感じ。経験値本だけかなと思ったけど、意外となんか混沌のなんとかとか、それもらえるのは嬉しい。いいかも意外と。ボーン、やっぱスクロースさんじゃない、マジでやっぱ神里彩香のさ、アビリティが好きすぎる。まあ、ウルトも好きだけど。わー、すごくない？画面が初心者とは思えないほど派手だった今。私の画面もだいぶ上手い人の画面みたいになってきたぞ。だんだん派手になってきた。やばい、寄り道してる。だがしかし、この精霊さんをどうしても追いかけたい。この精霊さんをどうしても追いかけたい衝動に駆られている。お前は私をどこに連れて行ってくれるんだ。確かめたくてしょうがない。そんな衝動に駆られている。あそこだな、お前のゴール地点は。さあ、何をくれるんだい？お。うん。いけ、スクロース。そして、神里彩香。いいね、ナイス。よしよし、順調順調。よし、今1時間経過しました。さあ、1時間経ってどれぐらい増えましたか。赤367本、紫135本です。順調です。それでは1時間経ちましたので、お呼びしたいと思います。どうしよっかな。多分平日の昼間にさ、そんな暇してる人なんかそんな多くないと思うから、みんなに問いかけた方がいい気がする。よし、こちらの投稿をしたいと思います。行け。よしよしよし。そして私はマルチプレイをオンにすると。許可が必要。よし、さあ、誰が一番最初にやってくる。私は会場を整えておこう。邪魔だ、お前は消えてくれ。よし、会場を整えました。
例のごとく誰も来ません。え、私投稿ちゃんとできてる？投稿ちゃんとできてるよね？投稿できてなかった？え、マルチプレイオンにしてるよね？え、してます。誰も来ないんですけど。もういいや、一人でやってよ。いいです、もう誰も来ないんだったら私一人でやりますから。別にいいです、一人でもできるもん、一人でも倒せるもん、こいつら。あ、楽しい、原神一人でやるの楽しい。来た来た、やった来た。もう遅いよ、待ってたよ。やばいやばい、ちょっと待って、やばいぞこれ、やばいぞこれ、やばいぞ、ちょっと待って、私やばいぞこれ。元素が2人とも最悪、無効な敵に対して無効なことしてる私。助けが来たぞ、今助けが来たからだ。ちょっと待ってろよ、助けが2人来た。よし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 、ナイスナイスナイス、オッケー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 、よろしくお願いします。キャラ変えよう、誰にしようかな。アミサとアヤカで行こう、これで効率が上がるぞ。わー早ーい早すぎる。やっぱあれだね、あの加入してきたから敵がちょっと強くなってる気がする。はは、早っ。風の赴くままに、やばい、ヨウちゃん使ってるぞ。私の大好きなヨウちゃんを使ってるやつがやるぞ。やばい、ヨウちゃん空間だ、ヨウちゃん空間になった、やばいやばい楽しい、ヨウちゃんいいな、マジでマジでヨウちゃん欲しいわ。よし、みんなワープするぞ。いて、なんかどうしたらいいの。あ、みんなどこ行った。あ、こっち、あ、こっちね、オッケー。いや、さすが元旦那、言わずとも私が困っていることを察してくれている。わ、ナヒーダちゃんがいじめられてる。わお、ナヒーダちゃんの空間、いやー、旦那様と上里彩子のコラボレーションよき画面が派手でよき。私はアイテム集めに勤しむ。やばいな、これ楽しくて1時間あっという間に経つぞ最初の1時間と後半の1時間の時間の経過の差がすごいんだけど。お、いいね、1体だと攻撃狙いやすいからいい。早っ早っ、絶対みんなさ、つまらんよねこれ絶対参加してくれてる方つまらんよね。1時間ずっとケージの花咲かせてるだけだからねめちゃめちゃ強い敵とか出てくればな、みんな楽しいんだろうけど。早っ1時間終わった後、みんな時間余裕あったらボス素材取るの手伝ってもらおうかな。1時間ケージの花咲かせ続けるだけで終わらせるのなんか申し訳ないな。一番強いキャラ見てみたいですってちょっとみんなに言ってみれば、それみんな一番強いキャラなんかな。こんな感じ、みんな一番強いキャラでどんな感じ。わーわー、いいなー。なんか燃えてるやついるぞ、ここに。なんかここに燃えてるやついるぞここに一人で燃えて遊んでるやついるぞ。封筒ちゃん、封筒ちゃんあれ今5万とかいやー、めっちゃ材料、素材がめっちゃ集まる。みんな優しいな、こんな地味でつまらない作業に付き合ってくれるなんてちょっと気になるから聞こう。今日はみんなお休みなんですか。これだって平日の真っ昼までよ、春休み。そうなんだ、まだ春休み、仕事中ですいやいやいや、どうしよう、仕事中に対してのスタンプがない、仕事中って来た時に対してのスタンプがない、信じられない。これでいこう、春休みなんだみんな。春休み長くない？ 4月1日からじゃないの？春休みって3月いっぱいじゃないのかな？原石で購入可能な天然樹脂の回数が上限に達しました。そんなことある？そんなルールあるなんて知らないよ。泣いてるスタンプがない。なんかどうにかして樹脂取れないかな？原石、右、樹脂。に上限あったの、あったの。この野郎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 。ということで1時間半貯めた結果を見てみますか。こうなりました。白が26、赤が465、紫が214ということで、1時間半で赤が277、紫が170増えました。ちなみに白が減っているのは途中でちょっと使っちゃいました。ケージの花はね、白出ないんで。ということで、まあまあまあ1時間半にしては結構貯まったんじゃない。後半はみんなの協力もあったので結構ね、効率よく貯められたんじゃないかと
思います。ということで私はこの後みんなとちょっとボス素材だけ集めに、あ、樹脂、そうだ、ボス素材取るのにも樹脂必要なんだった。いやー、私この後みんなにさ、あの、神里彩香の突破素材のやつを一緒に行ってくださいって言おうと思ったのに、あれも樹脂必要なんじゃん。はい、どうにかして樹脂入手しました。まあ、のりゆきさんで樹脂入手できたので、ちょっと軽く神里彩香さんの素材集めだけ手伝ってもらいます。間違えた。サーペントあれだ、イエランの素材だ。違う、からくりだ。みんな来てもらったのに、からくりです。みんなの HP は任せろ、私が回復してやる。あやーい、もう終わったー。ボス復活するまで待機中なので、ちょっとみんなに質問していきます。よし、じゃあ次の戦いはみんなの推しキャラでいこう。やばい、なんか一人だけ3桁いるぞ一人だけダメージ数3桁いるぞ。どういうことだ。おーしゃ、ナイスー。お、これで彩香さんの次なる突破いけるか。あと1個だ、やばい、あと1個だ、しょうがない、もう1回。だがしかし樹脂が足りない協力してもらったけど足りずに突破できなかったっていうのは、動画で皆さん確認してください撮影だけして終わりましょう。